もうさて、わからん、はい、お母さんがちょっとやってくださった。恥ずかしいですね。嬉しいな。少しずつ心を開いてくれてるお母さんが。いや、辛いですね、うん、辛いお仕事ですね、本当にね。いや、うん、楽しいお仕事ですよ。そうなんですか。見てください、お母さん、このもうさてわからんのイラスト。え、あ、これか。これ、うん、私が描いたんです。あ、そうなの。はい。あら、なんかうちの猫が可愛く描かれていて。そう、ラス君はね、うん、ありがたいですね。ちょっと描いたんですけど、うん、似てるっちゃ似てる感じはありますね。あ、本当ですか、うん、このお母さんも私が描いたんですけど。俺眠そうな顔してるの。、まあ、眠いからね。眠そうです、ね、常に眠いからね。なるほど、ありがとうございます。これ私が描きました。はい、で、今日のテーマです。はい、今日のテーマは海外投資家。またこれも広いテーマですね、うん、広いテーマなんですよね、うんうんうん、で特にその猛査定で、はい、うん、どんなテーマみんな扱ってるのかなって見てみたら、うん、この海外投資家の売買動向のデータを結構みんな頻繁に使ってるんですよ。あ、確かに。そう、なんか私ね、使ったことないんですけど、多分でもなんかみんなこれ使ってるなと思って、うんうん、流行りなんですかね。流行りっていうか、まあ、使って、まあ、理解してもらいやすいのかなとは思うんですよね。あ、海外税買ってるんだ売ってるんだって見てわかるじゃないですか、うんうん、でもよくよく考えてみたら海外投資家って皆さん本当に分かってますか。あ、確かに言われてみると、うん、まあ、イメージは確かに湧くと思うんですよね、うん、はい、どんなイメージですか。海外で投資してる人、うん、例えば年金基金とか、うん、ヘッジファンドとか。そうね、だから海外に住んでる投資家みたいなイメージですよね。個人投資家とかも含まれてるんですか。含まれる場合もあるけど、うん、主体としては別ですね。あ、別なんです。機関投資家にはなりますからね、うんうんうん、で一応、まあ、そのちょっと導入としてですね、詳しく見ていくと、はい、その規模っていうのはやっぱり年金が一番多いと思いますね、海外の。そうなんですね、うん、日本でいう、まあ、GPIF みたいな、はいはいはい、GPIF 知ってます。分かんなかったです。分かんないか。あの、ワードだけは今聞いて、うん、いわゆるクジラって呼ばれてる。クジラ、そう、要は大きいんですよね、うんうん、一応世界最大の年金基金っていうのはあの日本なんですよ。日本の GPIF っていうところなんですけど、はい、でアメリカもアメリカでいろんな年金基金があって、うん、例えばアメリカのね、あの教職員年金とか、うんうん、あと国連とかね、うんうん、そういったところの年金っていうのはあって、それを運用してる人に会うんですけどね、はい、あの私みたいな仕事してると。あの過去にね、すごい、さすが。でニューヨーク出張行くと大体国連とかみんな行きますよね、うんうん、行くし、でその中にしかも日本人のファンドマネージャーとか結構いるんですよ。そう、国連年金もいた記憶、まだいるか分からないですけどね、うん、であとそう教職員年金とかでも、まあ、いたりすることは多いですと。そうなんだ。でいう話なんです、うん、あとは資源系が多いですね。資源系、うん、オイルマネーって聞かないですか。あ、聞きますね、うん、オイルマネーっていうのはその石油だったりとか天然ガスだったりとか、そういうところで、うん、あの、まあ、お金を、まあ、集まってきて、でそういったその資金を運用しているところがあって、ノルウェーとか有名ですかね。うん、ノルウェーとかはやっぱりその日本株への投資を増やすっていう風なところが一時、何年か前にあって。あ、そうなんですね。その時にもうね、証券会社が大騒ぎ。なんでそれはノルウェーが日本にまた来たんですか。まあ日本株好きだったんじゃないですか、よくわかんないけど、うん、まあ、ただそのもちろん日本株だけじゃなくて、あのグローバルでいろんな株式とか、まあ、いろんなその債券とか商品に投資してるわけなんですけど、はい、そのうちの一部の資金をまあ日本に大量にこう振り向けてくるっていう話があったんですよ、うん、はい。その時もやっぱりね、かなり、もう証券会社はもう色目浸って、なんとかしてそのお金をあのうちを通してというふうに、まあ、動いてたんで。お母さんもそのうちの一人だったんですか。一人だったということですね。そうなんですね。うん、だからそれぐらいやっぱり、ね、インパクトがあったんですよね。で、あとはそのおっしゃっていただいたヘッジファンドね、うん、ヘッジファンドはね、私もたくさんいじめられましたね本当に。それはどういういじめ方されたんですか。いや、本当にもう明日上がる銘柄持ってこいと、いうふうに言われて、外したらどうなるか分かってんだろうなみたいなことをすごまれたりとかですね。そこまでですか、はい、されますね。分かってんだろうなの分かってんだろうなって何なんですか。うわ、ちょっともう怖くても言えないです、ね、言えないです、お前明日にはどうなってるんだから分かってんだろうなぐらいな感じで、まあ、すごまれるわけですね。怖いですね。やっぱ地域性とかもありますね。みんなはみんなもちろんそうじゃないんですけども、はい、やっぱりニューヨークは結構バリ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 の海外勢。西海岸と比べると、西海岸は結構ねのんびり、うん、まあ、もちろん人によって全然違うんですけど、全体としてはそういう傾向があって、でやっぱりね、ヨーロッパ、あの、まあ、ロンドンのシティとかは、うん、あの結構紳士的に振る舞ってる方が多いですね。実際どうだか分かんないですよ、うん、やっぱ投資家っていうのはほら腹の内を明かさないからただそういったちょっとね、あの色の違いがあるんですけど、まあね、ちょっと雑談みたいになっちゃいましたけど。あ、全然全然。あので、はい、まあ、そういった海外投資家さんいるじゃないですか、はい、
じゃあなんでそんなね、いろんなね、例えばモーサテの出演者の方々が頻繁に使うほど海外投資家って重要視されてるんですかって話ですよ。ああ、うん、単純に規模が大きいからだと思ってました。まあもちろんそれもあるんですよね、はい、でもここ日本でしょって話なんですよ。確かに。なんで海外の方ばっかりなんか気にしてんのみんなみたいな思わないですか。あ、そうです、言われてみれば日本の投資家にちゃんと見ましょうよって思うじゃないですか、うん、日本なのに、うんうん、だからなんでそんなみんなね、ああいうアナリストとかエコノミスト、ストラテジストっていうのはなんか海外税が海外税がというのかというと、うん、はい、ちなみに海外投資家の売買代金のシェアって日本株市場何パーぐらいだと思います？あ、なるほど、確かに多そう。何割ぐらい、何パーセントぐらいだと思います？まあいろいろ言うじゃないですか、その国内投資家も、うん、いっぱいね、その投資信託とかファンドとか、その国内の年金とかもありますし、うん、たくさんありますよね、はい、いろんな会社さん、はい、うん、多分いろいろ思いつくと思うんですけど、うん、ああいうなんか運用会社さんとかあります、うん、あ、保険会社さんもそうですよ ね、 そうですね、大きいですよね、すごい大きいじゃないですか、はい、でそれと、まあ、そういった国内の人たちと海外勢何対何ぐらいだと思います？日本株ですよ、日本にある、日本でしょ、日本だから、ここ日本、うん、なんかそれ聞いたことあるんですけど、うん、40% とか海外の、あ、すごい多いですね、4割もいるの、だって日本だよっていう話なんですよ、ですよね、うん、日本株ですよ。だってそしたらやっぱり日本の投資家が頑張ってないとおかしくないですか、だって日本だもん。なんか結構多かったイメージあったんですけど、うんうん、じゃあ 30% とか。 30%、 なるほど、じゃあそれを、じゃあ、まあ、ファイナルアンサー、ファイナルアンサーでじゃあいきましょうか、はい、正解はですね7割。そう、7割や。お母さん、もうさ、お母さんって問題出すの上手。いや、なんか本当上手。単純に性格が悪いだけです、ね、そう。いや、そう、多いイメージあったんですよね。うん、大体、まあそのね、時期によってもちろん上下はあるんですよ。はい、2013年の頃なんて、まあ、50% 割ってることもありますし、一瞬ね。はい、ただ、大体平均すると7割。うん、いや、それは、もう立てで取り上げます。うん、だから逆に言うと、こっちを見ないと、いけないんですよ、この人たちの動きを、ね、うん、見ないとダメですと。ほぼ海外勢の市場だと思ってください。もちろんね、日本の中でもものすごい影響力を持っている投資家さんたくさんいるんですけど、はい、ただ売買シェアで見るとやっぱり圧倒的に海外投資家、まあ、いわゆる外国人投資家と言われる方々が主流なんですね。このグラフ見ても2013年からずっと7割を、まあ、近く維持している感じですね。そうですね、だからまあその2013年にまあ何があったかっていうと、うん、あ、何があったか覚えてます？2013年、うん、リーマンショック後、うん、まあ、あ、東日本大震災11年、うん、そう11年のあ、ん？え？とかですか？うん、全然。え？え、2013年って何歳？何歳？2013年今から10年前ですか？10年前。13歳。あ、じゃあいいや。それはさすがに知らなくていいです。何ですか？アベノミクスって始まったんです。あ、そか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 、安倍さんだ。そう、安倍さんが、まあ、日銀の、ね、金融緩和、異次元緩和っていうのをやってですね、やっぱそれ知らない世代か。いや、アベノミクスはさすがに知ってます。なんか恐ろしくなってきましたね。すみません、私も勉強不足です。いや、なんかその時にすでになんか証券会社でガリガリやってたと思うと自分がなんか嫌になってくるね、本当にもうね。10年前そうですよね、うん、まあでも要はその時からちょっとシェア増えてるじゃないですか、うん、海外投資家のね、はい、シェア増えているってことは、うん、やっぱりそのアベノミクスっていうのに対する期待が増えて海外投資家も日本で取引するシェアを増やしたっていうことだと思うんですよ、うんうん、はい、なので、まあ、そこから大体ね、世界中のお金が集まって、まあ、日本の中で7割ぐらいが海外勢ということなんですよね。で、例えばね、そのやっぱり資産の運用規模で世界最大って言われてそのブラックロックっていう会社がありまして、はいはい、でそこの、ね、運用資産っていうのは10兆ドルあるというふうに言われてます。日本円に直すと1400兆円。もうよくわかんないですよね。よくわかんない、規模が大きすぎちゃって、うん、もうそこら辺の国とか買いますよ、本当に。国買いちゃいます。そういうレベルの。国を買う？買えるレベルの資金力だとは思いますよ。まあ、とんでもないですよ、1400兆ですからね。よくわかんない、本当に。で、だからこそやっぱり彼らの動きとか特性っていうのをよく知っておく必要が、はい、まあ、あるんですよ、と、はい、いうことなんですよね。うん、で、まあ、それはそれでわかりましたというところなんですけど、はい、じゃあ何を知る必要がありますか、海外投資家のっていうところ。はい、確かに何を知ればいいんでしょう。彼らがどんな業種とか銘柄が好きなのかっていうのがわかれば、はい、ね、彼らがもしね、本当にこのままずっと市場のシェアをね、高く保っていくんだったら、うん、そういったところに投資しておいた方がよくないですか？そうですね、分かりやすい。分かりやすいですよね。うん、で、まあ、それで、まあ、まず業種からじゃあ見て、まあ、業種っていうか、その、
どんな、まあ、業種が好きでどんな銘柄が好きなのかっていうのを実際に測ってみましょうということをやるんですよ。測るっていうのはどうやって測るんですか？で、そこで出てくるのが、うん、海外投資家の売買動向なんですよね。ああ、もうさてでよく出てきます。よく出てきますよね、はい、あれを使うと実はね、まあ、ちょっとね手を加える必要はあるんですけど、うん、彼らが買い越したり売り越したりすると、はい、どういった業種が上がったりどういった銘柄が上がるっていうのが分かるんですよ。はあ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 。あれって東証が毎週毎週公表してるんですよね、うん、1週間ごとに公表していて、はい、例えばじゃあその週に大幅に買い越しましたっていう時に、うん、まあ、どういった業種が上がってました、うん、どういった銘柄が上がってましたっていうの分かるじゃないですか、はい、それを例えば過去何年分か全部集めてきて、あ、でそれで、まあ、連動性というかね、そういうのを計測すると答えが見えるんです、うん、その傾向が見てわかるってことですか？分かるんです。過去のその10年間の、まあ、とりあえず、まあ、これ今回ちょっと5年でやってみたんですけど、じゃあ5年の海外投資家が好きな業種と好きな銘柄、はい、トップ10、うん、はい、見てみましょう。面白い、はい。